なんで韓国の了解が必要なんですか、我が国の領土を防衛するの。おはようございます。安全保障政策の見直しに関して、自民党提言にあったような相手国の領域でのミサイル阻止能力等を検討する場合はですね、周辺国からの理解というのが重要になってくると思われますが、現状では特に中国や韓国といった国からはその防衛政策の見直しについて十分に理解を得られる状況ではないのではないかと思いますが、防衛政策の責任者として現状の認識と、それから今後もし理解を得る際に必要だと思われることがあればお願いいたします。すみません、周辺国ってどこのことですか。主に中国や韓国になります。主に中国がミサイルを増強しているときに、なんでその了解がいるんですか。韓国に関してはいかがでしょうか。なんで韓国の了解が必要なんですか、我が国の領土を防衛するのか。